パンボンズはベストヒットアサミー読書編でお送りいたします。ですね、これまでの回は私がご紹介したい本に演劇の要素を絡めつつお話をしてきたんですけど、今回はもう演劇の本そのものズバリでございます、じゃん、こちら西村雅彦の俳優入門っていう本なんですけど、これねまだ出て新しいのでまだ本屋さんでも買えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あのタイトル見ると、まあ、俳優入門ですよね、なので初心者の人向けの本かなって思うんですけど、ってか、まあ、まさに本当にそうなんですけど、これは、西村さんがご自分で開催されているワークショップで演劇経験ゼロの人を対象にして、もう本当に声を出すの初めてですっていうところから、最後の12回目にはもう役者として舞台に立っちまいましょうみたいな、この最終的に作品を1本作るっていうところまでもそれをやってしまうっていうワークショップをやってらっしゃって、その中でどういうふうに指導してるかっていうのをまとめた本なんです。で、DVD もねついてるんですよ。なので結構実践的というか分かりやすいです。で、まあ、私がじゃあこれをなぜ進めたいかっていうのは、その別に俳優さんに向けて進めたいわけではなくて、この帯ですね、あの俳優には役作りや理論などはいらない、俳優の基本は伝えること、この伝えるっていうところに注目をしたいんですけど、まあ、伝えるって別に役者だけじゃなくて誰にでも大事なスキルじゃないですか。なので、まあ、例えばの、なんだろう、講師の人、教える人だったりとか、あと、まあ、学生さんだったら例えば研究発表とか、営業さんだったらプレゼントとか、こう不特定多数の人に伝えなきゃいけないっていうのも、その時もやっぱり分かりやすくちゃんと聞いてもらえるように伝えなきゃいけないし、1対1の、ね、接客業の人でもやっぱり対お客様に対してこうちゃんとお話ができなきゃいけないし、で、まあ、そういうお仕事じゃなくても普通の、ね、会話、世間一般というか、まあ、日常会話の中でも友達だったり家族だったりってやっぱりちゃんと会話を、ね、できる方がいいと思うんですよね。あのよくあるのがお互い会話してる気で自分の話ばっかりで何も会話になってないって、それ舞台見ててもたまに思うと思うんだけど、もう自分のセリフでいっぱいいっぱいで、実はこう全然ちゃんとキャッチボールができてないよみたいな、じゃあ、まあ、そういうことがあったとして、それよりはちゃんと伝わった方がいいですよねっていうところでこの本書かれてるんです。で、まあ、ちょっとパラッと中を見るとですね、まあ、大事なのはまず声であると。レッスン1は声を鍛える。でそこから始まって、まあ、その大きな声を出すとか小さな声で喋るとか、あとはまあ高い声低い声で、まあ、声いろいろあるんですけど、まずその声をちゃんと作るところから始めて、で今度はじゃあ言葉、それを伝えるためにはどうしたらいいかっていうところが、今度はこの言葉のじゃあ頭を意識してみましょうとか、お尻を意識してみましょうとか、まあそういうことが書かれている本なんですね。本当にこう技術的なことというか、それを伝えてるんですけど、でこれがレッスン4に行くと、今度は聞くことっていう、そこにを大事にしてください。まあ要はキャッチボールなので、相手に伝えます、投げます、投げて受け止めてもらう、それで受け止めてもらって投げ返してもらったものを今度は自分が受け止めないと、まあ、今度は、ね、そのキャッチボールにならないので、結局その聞かなきゃいけない、相手の言葉を聞くっていうのは実はとっても難しいこと でそこに集中力っていうのも必要になるんだけど、じゃあそういうのはどうしたらいいのかとか、まあ、本当にそういうなんて言うんだろう、すごく基本的なことが分かりやすく書かれているので、私はこれ結構面白いなと思って読んでいて、自分が普段気をつけてることもあるし、ああもうこれなんか、ああこういうのあったけど忘れちゃってたなとかっていうのもあって、パンジャーのメンバーってね、もうみんな芝居慣れしてるというか、もう本当に芝居経験長い人たちばっかりなんですけど、逆にこの人たちでここの中に書かれてるこのワークショップのねことをちょっとやってみたら、なんかこう初心に帰れるというか、そうそうこういうとこって意識しなきゃいけなかったよねとか、逆になんかこう楽しめるかなっていう気もちょっとしていて、なんか稽古でね取り入れることができたら面白いなとちょっと思ったりとかしてます。でどんだけ説明しても実際読んでもらわないとわからないと思うんですけど、まあね、ちょうど4月なので、これから何か新しいことを始めようかなっていう時に、ちょっとだけこう自分をスキルアップするとかバージョンアップするっていう意味で、こうちょっと声を鍛えてみる、自分がすごく魅力的な声を出すにはどうしたらいいだろうって気をつけたりとか、こう伝えるってことに特化して、どうしたらこう
そういうふうに会話がちゃんとできるんだろうとか、そういうことって意外とおざなりにしているので、うん、そういうことを考えながらちょっとやってみるのもいいんじゃないかなと思って、この本をご紹介させていただきました。ぜひお手に取って読んでみてください。